ファンの皆様、本日も最終レースまでのご観戦誠にありがとうございます。いや本当にたくさんの方にお残りいただいております。ありがとうございます。さあボートレース浜名湖の G3 オールレディース浜蔵カップは見事地元長島真希選手の優勝で幕を閉じる形となりました。さあこの後ね、長島選手の準備が整い次第優勝者表彰表彰式を始めてまいります。いろんなお話も聞いていきたいと思いますのでぜひ皆さん最後まで、お楽しみください。で表彰式の最後に長島選手のサイン入り色紙と浜名湖ボートのオリジナルグッズを2名様にプレゼントするボール投げを行いますが今日はお休みなので、ね、小さいお子様もたくさんいらっしゃっていただいてますので押し合わないように怪我のないようにしてください。よろしくお願いいたします。じゃこの後長島選手が準備が整い次第優勝者表彰表彰式を始めてまいります。さあそれではお待たせいたしました。優勝いたしました長島真希選手登場です。それではただいまより G3 オールレディース浜蔵カップの表彰式を始めます。はじめに優勝いたしました長島真希選手に一般財団法人日本モーターボート競争会浜名湖支部執行役員上野仁様より優勝旗が贈られます。おめでとうございます。優勝旗が贈られます。おめでとうございます。上野様ありがとうございました。続きまして株式会社浜蔵代表取締役佐野健様より賞状が贈られます。賞状優勝長島真希殿、あなたはボートレース浜名湖にて開催の G3 オールレディース浜蔵カップにおいて当初の成績を収められましたので栄誉をたたえこれを賞します。令和元年9月29日株式会社浜蔵代表取締役佐野健、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、では続きましてぷくぷく工房代表神谷淳様より優勝ベルトが贈られます。さあこのね G3 オールレディス浜蔵カップのために作られた、はい、優勝ベルトが贈られます。おめでとうございます。とりあえず肩にかけます。はい、また後ほどね写真撮影の時間も撮らせていただきたいと思います。はい、おめでとうございます。はい、神谷様ありがとうございました。続きまして静岡県温室農業協同組合クラウンメロン支所石黒和信様よりクラウンメロンなんと6個が贈られます。今代表して1個だけ。おめでとうございます。おめでとうございます。石黒様ありがとうございます。はい、今はね1個だけちょっと重たいのでお渡しさせていただきますがこちら合わせて6個お送りさせていただきます。ありがとうございました。そして続いてはファン代表のお客様から花束が贈られます。今日は豊橋市からお越しの宮島さんとそして西尾市の来輝くん4歳です。おめでとう。上手に植えました。ありがとうね。ボートレースのオリジナル T シャツ、はい、ただ袖にはイオリンって書いてありますけどね。あ、そこは見なかったことにします。はい、さあそれでは長島選手にお話を伺っていきましょう。ステージ中央へどうぞ。はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。最高です。こんなにたくさんの方が残ってくださってああやって祝福をしてくださってます。やばいっすもうなんか込み上げるものが。そうですね、もう知ってる顔の方がいっぱいいて、はい、泣きそうです、うん、いつも応援してくださってる皆様にとっても本当に嬉しいこの優勝だと思いますが改めて長島選手
今のお気持ちいかがですか。いやもう長い長い6日間でしたそうですか、はい、この今日優勝戦戦うにあたってまずはあの舟橋、はい、仕上がり具合はどうだったんですか。いや正直スタテンで、はい、まずいかなって思ったんですけど、はい、もう気持ちしかないし、はい、あのまあ、ひろみさんとか静岡のみんなが楽勝だよっ て、うん、送り出してくれたんで、はいはい、もう腹決めていきました、はい、スタート展示のタイミングまた展示のタイムなんかを見たら、はい、ちょっとやっぱり心配になりました。もう見ませんでした。悪いなって思ったんで、はい、もう余計なことは考えず、はいはい、やることやったんで、うん、あとはもう自分を信じて、はいはい、スタートコンマ16、はい、トップスタート、はい、1マーク回っていきました、はい、もう見てる方からは完璧だなと思ったんですが、はい、もう今日はスタートが全てだと思ったんで、はい、出し抜かれなければ絶対大丈夫と思ったんでそこがクリアできたんで1マークはあのすごく落ち着いて回れました。お腰の位置なんかもあの位置はやっぱり考えての作戦。そうですね、はい、あの美咲と私の横断幕の切れ目って思いながらチラッと見ながら、はい、あそこを何秒と決めていって、はい、まあ、その通りはできたんで、はい、まあ、ただちょっと本番届いてなかったけど、うん、決めたことをやれたことが良かったかなと思います。はい、決めたことをやってそして見事優勝という形になりました、はい、この優勝でこの後年末に向けての戦い、はい、また弾みがついたんじゃないですか。そうですね、うん、今節本当に初めてかな、本気で優勝を望んで、はい、まあ、エンジン関係なく、はい、絶対優勝するんだっていう気持ちで望んだはいいけど 怖さと向き合うのがすごく辛かったんですけど、うんうん、またこれで成長できたかなと思います、はい、これで、女子の賞金ランキングも今12位前後ぐらい、はい、ちょっとはっきりしたことが分かんないですけど、まあ、見えてきました、はいはい、やっぱりそこはまずクリアするところ。そうですね、うん、まあ、それも大事ですけど、はい、本当次のレースの一走にベストを尽くせるような、はい、もう本当一つ一つの積み重ねとか、まあ、本当日常生活とか、うん、もう意識高く持って、はい、年末まで行きたいと思います。それが結果につながって年末いいところで挑めるのが一番いい、はいはい、さあ次の戦いは福岡のオールレディース、そしてその後は小島の SG が待ってます、はいはい、どんな戦いを。いや本当に、うん、こうやってたくさんのお客さんが、はい、来てくれる目の前でレースできることは本当に幸せなことでしたし、はい、まあ、来年 は浜名湖でクイーンズクライマックスがあるんで、はい、まあ、そういう目標に向けても、うん、本当に、まあ、レースは自分のレースができるように本当ここで成長できたかなって思うんで、はい、これから楽しみにしてください。また一つ成長した長島真希選手の走りを、はいはい、見せていただきたいと思います、はい、では最後にファンの皆様にメッセージをお願いします、はい、本当に遅くまで残っていただき祝福してくれてありがとうございます。次も頑張りますので応援よろしくお願いします。長島選手にお話をお伺いいたしました。さあそれでは優勝した長島選手からご本人のサイン入り色紙と浜名湖ボートのオリジナルグッズをプレゼントするボール投げを行います。皆さんの怪我のないようにね、はい、待って後ろ向いて、はい、ナイスキャッチ。じゃあ受け取った方はステージ向かって右側お越しください。ステージ向かって右側、長島選手から直接、はい、お渡しいただきます。本当にね最後までたくさんの皆様が残っていただいて長島選手におめでとうと祝福を届けていただいてます。ありがとうございます。さあ長島選手のこの後の戦いは先ほども少しお話ししましたが10月8日8日から福岡のオールレディス、そして小島のレディスをダビーというふうにね戦いが続いてまいります。さあ続いて記念撮影に移らせていただきます。登壇いただいた方お一人3人一緒に3人一緒に、はい、ではプレゼンターの方皆さん、はい、あ上野さんは大丈夫すいません、はい、では皆さん3人一緒に、はい、さあ今回はハマゾーカップということでね、株式会社ハマゾーの代表佐野様、そしてブクブク工房、この素敵な優勝ベルトですね、こちらの優勝ベルトの、ブクブク工房神谷さん、そしてクラウンメロンのクラウンメロン師匠の石黒さんと、はい、記念撮影を撮りいただきました。ありがとうございました。これもちろんもらえるんですよね。これもちろんもらえるんですね。もう長島家に飾って大丈夫ですね。やったー、はい、皆さんありがとうございました。さあそしてファン代表の、はい、今日はね、ナイキ君4歳、はい、じゃあ一緒に、3歳、あ、3歳、
上手におめでとうが言えましたね。はい、じゃあ一緒に写真撮りましょう。はい、あっちのね、大きいカメラ、この赤いお洋服のお兄さん、赤いお、そう、はい、チーズ、ピース、いいですね。はい、ありがとうございました。今日ね、この記念にもしかしたら大きくなったらボートレーサーになりたいってそんな風に言ってくれるかもしれない。あ、ハイタッチもできました。さあ、そして最後は長島選手ワンショット。ベルトと旗は持ちますね。はい、じゃベルトを腰に巻いて優勝旗を持ってはい、そして優勝ベルトを腰に巻いて優勝旗を手に、めちゃめちゃ強そうですよめちゃめちゃ強そうです。さあ、この後の戦いですけれどもね、先ほども少しご紹介しましたが、福岡のオールレース明日とは10月22日から児島の SG 第66回ボートレースダービーです。ダービーは2回目の登場、ね、出場となりますので、ぜひ、この地元浜名湖でのこのたくさんの皆さんの応援、これをね、胸に絶対活躍してくれると思います。はい、腰に巻いた感想は、なんか腰が守られていい感じですじゃあぜひね、次の本当に福岡、そして児島、そして年末戦いを期待してますんで、頑張っていただければと思います。はい、いっぱい期待してください。ありがとうございました。優勝した長島真希選手でした。どうぞ大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。ということで、以上をもちまして G3 オールレディスハマゾンカップ優勝者表彰を終わらせていただきます。さあ、ボートレース浜名湖はこの開催を最後に1ヶ月半、はい、大時計の改修工事ということでね、しばらくお休みをいただきますが、お休み明けの戦いがまた11月の後半に始まります。125期のね、今日トークショーした杉山選手なんかもデビューを控えていたりしますので、ぜひお休み明けの浜名湖ご期待いただきたいと思います。表彰式司会進行星野亜美でお送りしました。どうもありがとうございました。皆さん、お気をつけてお帰りください。